はい、青春秘密基地アーバーです。今回紹介するのはコンバースの US オリジネーターの方をレビューしていきたいと思います。こちらにね購入してきたんですけれども、外箱自体はね通常のコンバースとさほど変わらないかと思うんですけれども、今回購入してきたのは US オリジネーターということで、大人のやはりねスタンダードなド定番のコンバースといった感じなんですけれども、かなりねこだわり抜かれた感じで、まあ再現されていますと言いますか、アメリカのねヴィンテージ仕様に近い感じのモデルになっているので、レビューをしていこうと思います。それではね中の方を見ていきましょう。中はねこんな感じ、やはりね包み紙に入りながらローカットですね。これぞオールスターといった感じなんですけれども、今回ねこちらの方を購入してきました。サイズ自体はね 27.5 というねサイズを今回購入したんですけれども、また色の方はねエイジドホワイトといった感じで、通常のねちょっとねこうキャンパス地のねド定番といった感じのカラーリングになっているんですけれども、今回なぜねこれを購入したかというと、こうやって置いてみた感じ見てみてください。この感じどうですかね。この感じがもうかなりねヴィンテージ感が出てますよね。自分コンバースそこまで詳しくないんですけれども、今回ねセレクトショップさんの方でこれを見つけて見た瞬間にね、なんかね当時のヴィンテージの80年代から90年代ぐらい、80年代ぐらいですかね、そういった感じのモデルにかなり近いですよね。再現されてるなといった感じで、あとでね細かいねギミックの違いなんかもちょっと紹介するんですけれども、そういううんちくはねまたさておき、とにかくこの雰囲気ですよね。この雰囲気を見てもらうと、なんかかなりヴィンテージのコンバース感がかなり強くね前面に出てるといった感じが伝わってくるのがわかるんじゃないかなと思います。かなりね通常のモデルと本当はね比較できればいいんですけれども、今とてもね自分所有はしてるんですけれども、こちらに並べてねこうレビューできるような状態のね綺麗なコンバースないので、ちょっと今回はねこちらのオリジネーターだけをねちょっと見てもらいながらレビューの方していくんですけれども、見た瞬間につい手に取ってしまうような感じのオーラが出ているというか、その前にもちょっとね古着屋さんなんかをねぐるぐるね巡った後に、たまたまねジャーナルスタンダードさんの方に足を運んだところ、こういった感じのねコンバースを見つけて、古着屋さんでもねヴィンテージのコンバースを見た後だったので、やはりねヴィンテージのコンバースになるともう数万円はねくだらないといった感じ、かなり現在もね高額で取引されているんですけれども、まあヴィンテージはヴィンテージの良さが当然あるんですけれども、ちょっと履くのももったいないとか、メンテナンスもかなりね気を配らなければならないということもあるので、そういったことからもね普段ねガンガン履けるコンバースということで、今回ねこちらのオリジネーターの方を購入してみました。とにかくね何が一番ねちょっとヴィンテージ感が強いかと言いますと、こちらのねアッパーソールの部分がちょっとねあえてね黄ばんだような色に、ちょっとね色の方が変色感と言いますかね、経年変化を意識したような感じでちょっとね黄ばんだようなねソールになっているのと、この光沢ですよね、光沢も結構この辺に出てるんですよね。そういったところがかなりねヴィンテージ感をね演出してるんじゃないかなといったところと、あとなんかこのしゃもじみたいな感じ、これは個人的な自分の印象でしかないのかもしれないんですけれども、なんかこのしゃもじみたいな感じがするんですよね、このヴィンテージのものとか見ると。そのしゃもじ感と言いますか、このとにかくねソールのこの反り上がった感じもそうなんですけど、結構反り上がってるんですよ。この辺もオリジナルとどの程度違うのかちょっとね詳しいことまでわかんないんですけれども、そういったことも意識されて作られているんだと思うんですけれども、このソールのねこのね曲がった R の感じと、あとこっちから見た感じ、ここら辺もなんかこう面じゃないんですよね。やはりねレギュラーでもうちょっと角張ってる気がするんだけど、この辺が丸くなってるんですよね。この辺までね違いが実際あるのか、本当にこの色だけでそういうねヴィンテージ感を演出させられてしまっていて、その勝手な先入観でこんな感じになってしまっているのかまではちょっとわからないんですけれども、とにかくねパッと見もヴィンテージにかなり近い、やはりね80年代90年代の、まあ、古き良きコンバースの時代うまく再現してくれてるんじゃないかなと思います。で現在こちらの方はね日本のコンバースさんの方から発売されているモデルなんですけれども、これの他にね CT70 というね人気のモデルがあるんですが、そちらの方はね1960年代から70年代のチャック・テイラーというモデルをねこう再現しているモデルがあるんですけれども、そちらの方は販売の関係上日本ではね正規で流通していることがなく、並行輸入とかでね購入するしかなくて、ちょっとね購入しづらいといったことがあって、で価格の方もね1万円前後するといったような感じなんですけれども、こちらのね US オリジネーターの方は定価の方が7000円プラス消費税で7700円という価格帯で購入できるのも結構リーズナブルなのに、本格的にはねヴィンテージコンバースが味わえるといった感じもかなりおすすめのアイテムになってくるんじゃないかなと思います。なので、ね、今まで以上にね買い求めやすくなったといえばなったんじゃないかなと思います。ただね
ね、まだまだこちらの販売ルートなんですけれども、通常のねシューズショップさんで購入できるかというとちょっとねよくわからないですね。ちょっとレリームさんの方に聞いたところは、セレクトショップでね今扱っているモデルなんですよみたいなことは言ってたんですけれども、多分ねそのうちどこでも買えるのかわかんないんですけど、まあセレクトショップさんなんかでもね普通に購入できるので、特にプレネになるということはないと思うんですけれども、ただそれでもねこのスタンダードなモデルいいですよね。ちょっとね細かいね違いなんかも見ていくんですけれども、やはりね何が一番と言いますか、先ほどから言っているこのねちょっと黄ばんだこのねソールですよね。このソール自体のこのツヤと、このなんかね劣化がね進んだようなこの光沢が出ているところがかなりこだわられているのかなといった感じと、あとねこのシューホールみたいなこの金属自体の色もツヤが増しててちょっとヴィンテージ感が出ていたりとか、あと紐の方もね8ミリのコットン素材のねシューレースの方を使っていて、そういったこだわりもねかなりねヴィンテージ感演出されているんじゃないかなと思います。でソール自体はね通常のものと変わらないんじゃないかなといった感じがするんですけれども、これぞ定番といった感じですね。あとはこういったねかかとの部分にもこの US オリジネーターといった感じで、内部のねインナーの部分にも US オリジネーターというロゴが入っているんですけれども、あとねクッション性がすごい増してるんですよね。通常のやはりコンバースだと疲れちゃうんですよね、結構長期で歩いてるとどうしてもねペッターンとした感じがしてしまうので、そういったのをね改善していて、結構このクッション性も上がっているので、まあ長時間履いても疲れにくいんじゃないかなといった感じもする、非常にねいいモデルが出たんじゃないかなと思います。でお値段もね7700円でね結構ね購入しやすいということからも、まあ何足か色違いで持っててねヘビロテで履いてもいいんじゃないかなと思います。あとね個人的な見解ではあるんですけれども、このねなんといいんですかね、この紐をギュッと締めた感じ、このあえてこれも紐をギュッと、今ちょっとねこれはちょっと極端なんですけれども、紐をギュッとね狭くした方がヴィンテージ感出ますよね、この感じ。これでショップの方ともちょっとお話しさせていただいたんですけれども、やはりねこのねコンバース自体はあんまりこう幅広で履くというよりはギュッと締めて履いた方が、なんかこの絞られた感じがなんかこうしゃもじ感がね非常にこうコンバースのヴィンテージ感を演出してくれると個人的にも思っていて、でお店の方も言っていたんですけれども、そういった流行りも流れも実際あるようで、サイズの方もねちょっとねワンサイズ大きめで購入して、やはり絞って履くのがいいんじゃないかなとおすすめしてくれて、自分もまさにそれだなと思って、今回ね自分ね 27.5 というサイズを購入したんですけれども、通常はね 26.5 のサイズを履いています。1センチオーバーで履いて、なおかつここを絞り込んで履くというのが今のトレンドなんじゃないかなと、まあヴィンテージ感が非常に強く出るんじゃないかなといったところで今回購入してみました。であとね CT70 もね非常にかっこいいモデルなんですけれども、こういったねヒールタブの方が黒くなってしまうんですよね。オールスター独特のこのね白いヒールタブに、ここで US オリジネーターとこれだけがね違っているぐらいで、本当にねシンプルと定番といった感じが、さらにね CT70 よりも強いんじゃないかなと個人的に感じました。そういったことからも今後ね多分ね CT70 なかなかね日本で購入できなかったということもあって割と人気があったんですけれども、もう少し手軽ね日本のコンバースさんからこういったモデルが出るというものはね、やはりニーズに応えた商品開発なんじゃないかなと思います。あとね箱の中からこういった感じの取り扱いのね注意書きのものと、あとねコンバースオールスターのね通常のこちらのタグの方と、あとねこちら US オリジネーターオリジナルのこちらタグの方がついていました。でこのタグの方をよく見てみるんですけれども、全てがねここに書き記されているんじゃないかなといった感じで、やはりねコンバースの原点とも言える古き良きアメリカのヴィンテージテイストを追求したコレクション、まさにこの一言につきますよね。古き良きアメリカのヴィンテージテイスト、それが落とし込まれたのがこの US オリジネーターということで、それぞれこだわり抜かれたスペックの方が搭載されているモデルになるかと思います。それではね実際ね試着の方をねしていきましょう。はい、コンバース US オリジネーター履いてみました。こんな感じですね。どうですか、今デニムと合わせているんですけれども、まあ、やはりデニムとの相性はね抜群といった感じと、あとね履いた感じがかなりやっぱりクッション性が高くて、これは疲れにくいんじゃないかなといった感じが非常にします。そういったねやはりね機能的にもかなりグレードアップしたモデルになってくるので、まあこうやって見てもらうと分かると思うんですけれども、やはりヴィンテージ感かなりね出てますよね。こうキュッとねこう絞った感じと、この光沢があるソールの方がね非常に印象が良くて、まあ今回ねスタンダードなねこちらオールスターの US オリジネーターなんですけれども、どんなシーンにもね合うんじゃないかなと思って、まあ本当にね良いお買い物ができたんじゃないかなと思います。
本当にね、この US オリジネーターってこのワンポイントぐらいしか違いがないんですけれども、やはりね、こだわられる方からすればね、これで少しのディテールの違いなんですけれども、やっぱりね、ヴィンテージ感の強いものが欲しいといった方はね、こちら非常におすすめな一足になっているんじゃないかなと思います。はい、といった感じで今回はコンバースオールスターの US オリジネーターの方をレビューしてみたんですけれども、最近やっぱり定番モデルというものにかなりね、魅力を感じるようになっていて、改めて今まで発売された様々なものの定番商品というものはやはりね、期待を裏切らないスタンダードなモデルになるので、様々なシーンやアイテムと相性も抜群ということもね、非常に使い勝手が良くて、入手困難なものというよりはやはりね、入手もしやすいのが定番商品の良いところなんじゃないかなと改めて感じました。今回のね、アパレル系の動画なんかも今後ねアップしていく予定もありますので、ぜひね、青春秘密基地としましては、様々な大人の趣味を探求していますので、ぜひね、チャンネル登録をしていただいて、大人の趣味について共感していただけたらなと思います。今回もご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価ボタンよろしくお願いします。またおすすめ動画も貼っていますので、そちらもチェックしてみてください。